ネットワークに接続されているコンピューターにはサーバーとクライアントの2種類があります。サーバーの究極の目的は、例えば情報などをみんなで共有することにあります。ローカルエリアネットワーク LAN は自分で作ることができます。まずはハブまたはスイッチと呼ばれている機械を買ってきて、またコンピューターにはニック、ネットワークインターフェースカードを接続します。そしてハブまたはスイッチとコンピューターの間をより追線またはツイストペアケーブルと呼ばれているケーブルを使って接続をいたします。 LAN は利用料金がかからない代わりに遠く離れたところを結ぶことはできません。なぜなら自分で線を引っ張ることができるのは自分の敷地内だけというルールがあるからです。確かに LAN を使って会社の中や家の中のネットワークを作ることはできるのですが、例えば東京や大阪など離れたところを結ぶネットワークを LAN を使って作ることはできないのです。もし離れたところ同士をネットワークで結ぶときには電話会社のネットワークを使います。電話会社とは利用料金を支払うことで利益を得ている会社のことで、電話会社にお金を支払えばネットワークを貸してくれるのです。この電話会社を使ったネットワークを使って、例えば東京と大阪の間をネットワークで結ぶのです。電話会社、正しくは電気通信事業者が持っているネットワークのことを WAN、ワイドエリアネットワークと言います。インターネットは一見すると WAN のように見えるのですが、インターネットの中はあちらこちらに点在している LAN を WAN で接続することによって会社を超えてみんなで使えるようにしたものということですから、LAN や WAN を相互に接続したネットワークということなので、実は LAN でも WAN でもないのです。この LAN や WAN を相互に接続するときに使っているのが、ルーターと呼ばれている機械です。ルーターとは、IP アドレスをもとにパケットを運ぶネットワーク機器のことです。ネットワークの中に接続されている機器には、IP アドレスがついていて、コンピューターはこの IP アドレスを使って行き先を指定します。ルーターはこの行き先の IP アドレスを見て、なるべく近い方の道へパケットを転送していくのです。家庭用のルーターは家電量販店等でも市販されていて、ルーターを購入することで LAN につながっているコンピューターをすべてインターネットに接続することができます。ただしルーターとスイッチが一体になっているルーターが大半なので、実際の接続形態はこうです。パケットとはデータを細かく分割したもののことです。荷物を送るときに直接トラックに載せるのではなくて、一旦荷物を箱に入れて、この荷物の届け先をラベルに書いて送ると、1台のトラックを貸し切りするのではなく、みんなで使うことができます。これと同じようにデータを送るときには一気に送ってしまうのではなくて、データを細かく分割して送り先をヘッダーに書いて送ると、一本の線を独り占めすることなくみんなで使うことができるのです。このように一本の線をみんなで共同で使う場合、パケット単位でデータを送った方が都合がいいのです。携帯電話やスマートフォンもやはりデータはパケット単位で送っています。携帯電話はメールやウェブページなどをパケットにして送ったり受け取ったりしています。このため限られた電波を複数台の携帯電話でみんなで共有して利用することができるのです。ただしパケットといっても実際は電波で、パケットにするというのは電波をみんなで使うときの決まりということなのです。つまりネットワークとはデータが通る道筋のことで、自分で引っ張ったネットワークのことを LAN と言い、利用料金がかからないという利点があります。これに対して電話会社から借りてきたネットワークのことを WAN と言い、
離れたところ同士をネットワークで結ぶことができるという利点があります。LAN や WAN、インターネットなどを相互に接続するための機械のことをルーターと言っています。データはパケットに分割することで、一本の線や電波をみんなで共同で利用することができるのです。